緒だよ。今日は皆さん楽しかったですか？楽しかった。嬉しい。ありがとう。改めて皆さんにありがとうの気持ちを込めて、それぞれ一人ずつ気持ちを言ってきますか？お、言ってきますか？そうだね。じゃあいいですか、僕から。お、はい。ストロベリーメモリー、東京ドームありがとうございました。本当に最高の景色だよ。すごいよこれは。みんなは楽しかったですか？実は2年前に東京ドームをやりますって僕たちお知らせしたんですよね。なんですけど、世の中の状況的に東京ドームでライブをすることができなくなってしまって、やむを得ず中止っていう形をとって、それ以外のこういうリアルで目を見て言葉を届けるっていう場所も奪われていってしまって、本当に不安な日々が長かったです。で、今日ね、やっと2年越しに約束していた東京ドームに立つことができました。今でこそこうやってもうすっごい奇跡のような景色を作れているけれど、最初はね、本当にキャパシティが150人とかの、もう東京ドームの何分の1かもう僕すぐにわからないくらいちっちゃなライブハウスからライブがスタートしました。応援してくれる人が本当に少しずつ少しずつ増えていって、ライブハウスが300人になって、またそれでライブに来たいなっていう声がいただけて、次500人になって、次800人になって、次1300人になって、次3000人になってって、本当に少しずつ少しずつこの約6年間をかけて進んできました。君たち一人一人の会いたいの気持ちと僕たちストプレの会いたいの気持ちが重なって、この東京ドーム最高の景色がここに何だろう、ここにあるんじゃないかなって思います。僕の好きな音楽をなかなかその挑戦できなかった東京ドームで今日リベンジとしてこういう風に届けられて本当に嬉しいです。ここまで支えてくれてありがとう。僕に力をくれてありがとう。今日この景色を一緒に作ってくれてありがとうございました。この先も一緒に楽しいを作っていきましょう。ルートでした。ありがとうございました。コロンです。今日は楽しんでくれましたか？まさかこんな素晴らしい舞台に僕たち立てると思ってなくて、まあなんだろうな、僕も
ちょっと楽しんでやってればいいなとか、僕だと本当に学校の先生とかを目指してて、何かそのついでじゃないけれども学ぶ機会として何かできたらなとかっていうちょっとしたね楽しさでやってたんだけれども、まさかこんなに素晴らしい舞台に立てるとは思ってませんでした。僕たちが信じてついてきた道っていうのは間違ってなかったんだなって思えた今日のライブでした。僕って本当にすごくないし、それこそね、敗北ヒーローとか、僕のコールト君が作ってくれた敗北の未来地図とか、誰だって主人公になれますと、こんな僕でもなれたんだから、君たちだって絶対なれるという気持ちで曲を届けました。本当にこうやってストプリは私たちに勇気をくれるとすごいみんな言ってくれて、 DM とかももちろん見てるし、ツイートとかも僕たちはそれで元気をもらってます。もちろんそうやって僕たちを夢見ている活動者さん、すごく応援したいし、すごくありがたいなって思ってます。もっと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 たくさんの人にストプリはすごいんだぞと、ストプリはみんなに笑顔をくれるんだよと胸を張って言えるように、これからも僕たち君たちのために全力で頑張ります。今日は本当に本当に最高のライブでした。ありがとう。さとみです。今日は本当にありがとう。いつかコロンがライブの MC か生放送か、そういうところで東京ドーム行こうって言ってて、いや無理だよって言ってたんだけど、叶ったなって思って、この景色は一生忘れたくないなって思いながら今日みんなの前に立ってました。でも本当に今日はこういう最高の景色を俺たちにみんなと一緒に作れて本当に良かった。本当に心の底からありがとう。叶ったな、頑張って頑張って、マジで本当に頑張ったよ。そして本当は6人で立ちたかったなって、でも やってしまった事実は事実としてあって、俺はみんなも好きだし、メンバーも好きだし、ナークも大好きです。この先どうなるかっていうのは分からないこともたくさんあるし、それでもみんなにこうしていろんな笑顔とか思いとか気持ちっていうのを変わらず俺たち届けていきたいと
思ってます。今日は俺たちに会いに来てくれてありがとう。心の底から俺たちを、俺を好きでいてくれてありがとう。本当に大好きです。ありがとうございました。みんな今日は楽しんでくれましたか？ありがとう。本当に昔から人を笑顔にするのが大好きで、人が自分の言ったことで楽しんでくれてるのが、そんな姿を見ると俺も嬉しくなっちゃうんだよね。逆に言うと辛い人を見ると、悲しんでる人を見ると俺も辛くなっちゃうんだよね。みんなにとってもそれは同じだと思う。辛い俺たちを見せても、苦しんでる俺たちを見せても、逆にみんなが辛くなるだけだ。そう思ってこの数ヶ月頑張ってきました。でもやっぱりなあくんのことで悩んで悲しくて悔しくて、当たり前のようにいた隣の存在がいなくなる、でもそれでもいくら悩んでも、いくら考えても、いくら悔しくても、いくら思っても、過去は変わりません。事実は変わりません。現実は変わりません。大事なのは今で、みんなが好きでいてくれる、まだストップリ楽しいよって、好きだよって伝えてくれる今が一番大事だと思って走ってきました。今回すごく思ったことがありました。学校に行けなくて不登校だったけど、ストフリの活動のおかげで行けるようになりましたとか、人生に絶望してたけど、楽しいこと何にもなかったけど、ストプリのおかげで生きがいができましたとか、本当に大きいありがとうを伝えられることがよくあって、でも正直俺たちってそんな力に慣れてるのかなって思うこともあります。でも今回のことで気づきました。人に救われるってこういうことなんだなって。辛くてへこんでて悔しくて泣いてて、でもそんな時君の存在が僕を支えてくれました。君の声が、君の好きが僕を救ってくれました。君の笑顔は俺にとって一番の宝物です。今日は本当にありがとうございました。ジェルでした。みんな今日は東京ドームというこの素敵な会場に来てくれて本当にありがとう。楽しかったですか？活動を始めてから辛いことたくさんありました。くじけそうになった時とか、立ち止まりそうになった時とか、正直本当にもう活動をやめようかなって悩んだ時もありました。でもくじけずにここまで歩いてこれたのは、仲間が一緒に
歩いてきてくれたからだし、みんなが俺たちを一番そばで見てくれて応援してくれたからです。君がいたからどんなにくじけそうな時でもここまで頑張ってこれました。俺をストップリにいてよかったって思わせてくれて本当にありがとう。今回なあくんの件があって武道館も東京ドームもやらないという選択肢もありました。俺たち自身も不安だったし心配だったし、でもストップリを守りたいと思ってこうやって俺たちは今東京ドームに立っています。今日頑張ってライブができてよかったなと思います。頑張ってよかったなと思います。ストップリが大好きだなと、ストップリのリーナでよかったなと思います。あの時活動を始めてよかったと思います。だからこそこの舞台はやっぱり6人で立ちたかった。6人で立ちたかったです。何があっても俺が辛かった時、なあくんだけが俺を救ってくれたこと、ストップリのためにたくさん頑張ってくれたこと、リスナーのみんなを笑顔にしたくていっぱい考えていっぱい頑張ってくれたこと、楽しかった思い出も嬉しかった思い出も俺の心の中に確かにあって、誰にも消せはしません。でもだからこそ悲しかったし悔しかったし寂しかった、きっとそれは君もそうだと思う。今日この日に来るまできっといろんな思いがあっただろうし、心配になったり不安になったり悲しかったり寂しかったり、きっと俺たちが悩んだ分君たちも悩んでいて、でもそんないろいろな思いがある中でこうして俺たちストップリを信じて東京ドームに来てくれて本当に本当にありがとう。ストップリは胸を張って好きと言えるグループに、その気持ちは今でも変わりません。これからも君を笑顔にできるように頑張り続けたいし、そうやって頑張り続けた今日が素敵な未来を掴んでくれると信じています。そしてそうやって掴んだ未来で君が俺たちのそばにいてくれたら何よりも嬉しいです。今日ライブに来てくれた子たち本当にありがとう。来れなかった子たちもね、背中を押して応援してくれて本当にありがとう。みんなの応援があるからいつだって頑張れます。大好きです。これからもストップリをよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張ったね。でもこれからももっともっと頑張んなきゃいけないよ。頑張ろう。その分大丈夫。いやでもね、頑張ろうよ。楽なよ。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。